初代、中村中蔵の王の、低苦労、勝川春章が、初代、中村中蔵は、江戸時代中期の歌舞伎役者、拝名は、修閣、屋号は堺屋、門は、中社門、三つの人の門、名人、中蔵王と呼ばれた名優、妻は、長唄の七代目、絹や喜三郎の娘のお騎士、老人斉藤房の子として生まれる、四歳の時に、 舞踊の師匠滋賀山お春の養子となり、お春の夫長唄の師匠六代目、中山小十郎の名をもらって、中山万蔵と名乗る。はじめは、舞踊関係で活動していたが、漢方三年役者に転校し、二代目、中村正十郎門下で、中村一十郎と名乗る。初舞台はそれから二年後の延響二年、中村中蔵の名で、中村座に立つ、寛演三年。 ににさされれ、ていた、吉川坊に見受けされ一時役者を廃業する、人形町で酒屋を営んだり、滋賀山流の稽古屋を開き、その傍らの音楽や音楽などを習得する。法歴4年、舞台に復帰する。はじめは4年のブランクに不信を極め、先輩同輩から楽屋なぶり者にされるなどして、自殺未遂に至るほど苦しむが、奮起して一心不乱に芸を磨く。そのありさまを見て、 人々は中村を芸気違いと呼んだ。やがて、その才能を四代目、市川段十郎に認められてからは、人気が上がり、明和三年には、奏本中心蔵五段目で、小野帝九郎を原稿の姿で演じ、大評判となる。天明五年、中村中蔵と改名する。一代で中蔵の名を大名跡とした。なお、一次洋服の名である。 中山小十郎を名乗ることがあったが、すぐに中蔵に戻った。また舞踊では、八代目、滋賀山万作と名乗り、滋賀山流を発展させた。門末街から大看板となった、立志店中の人である、立役、敵役、小山のほか、諸佐寺を得意とした。下で三番荘のほか、菅原伝授手習い館の勘定賞、吉経千本桜のゴン太と狐中心。 関の扉の関兵衛、霊化後の二郎作、娘道成寺の白拍子などが当たり役であった。著書に、収穫日記、収穫随筆、自伝、月節金物語などがある。母書は、池袋の日蓮昇衆上在寺。戒名は、清志会員周白善良神寺。落語で、現在も講演される、人情話、中村中蔵の主人公。落語、ヨドゴロでは、 主人公の沢村ヨドゴを励ます役で登場する。低苦労を今日の浪人風に演じたのは中蔵の工夫によるものであるが、三代目中村中蔵の著書手前味噌によると、初代中蔵が立作者の金井三笑いと蘇我の対面の苦労の演出をめぐって不和となり、三笑いがわざと低苦労一役だけを中蔵に振って嫌がらせをしたのがことの起こりということである。 交渉に詳しい六代目、三遊亭演唱は、中村中蔵を演じるとき、上記の説を取っている。門の中射門は、中の字を四つ組み合わせたもので、師匠の中村伝え苦労家のもの替え門は、中蔵が舞台に上がるとき気合を入れるために、人の字を三回変えて飲み込んだことに由来するという、平成十七年、大阪小竹座、東京日成劇場で、初代、 中村中蔵を主人公にした新作狂言、夢の中蔵千本桜が上演されている。中蔵を務めたのは、現二代目松本白鸚だった小説テレビドラマ、ありがとうございます。